東京 TV 競馬チャンネル、今日は日本ダービーの予想になります。はい、ついに来ましたね、競馬の祭典日本ダービー。自分は最初見たダービーはフサイチコンコルドが勝った時かな。はい、それから早何十年も経ってまだ競馬を続けています。今日は日本ダービースペシャル、行くぜ。今日のね、馬場傾向からね、馬場分析からいきます。まあ一応フラットとしました。フラットババだと。ただね、先週よりね、うちが良くなってる感じは受けますね。これは結構ね、なんか多分、府中のね、東京競馬場の造園家がかなりババ作ってきたなっていう印象ですね。先週は結構ね、うちが悪くて、そんな印象を受けたんですけど、今日はね、割とうちでも伸びてるような、先週よりはいいような感じがしますね。ではダービーの血統傾向からね、ディープインパクトがね、過去10年7勝してるんですよね。だからまあディープを上位に取ったんですけどね、まあ頭数もめちゃめちゃ多いんですよ。ディープ3区出走頭数もめちゃめちゃ多いんでね、分析がもうできるぐらいね、ディープインパクト3区っていうのはね、もう出走してるんでね。まあでもだから今年のね、ディープインパクト3区は結構あんまり良くないなと思ってます。はい、というのをね、まあ分析して、前走4着以下のディープインパクト3区の成績100013、まあ勝ったのはワグネリアン1頭ですね。このワグネリアンっていうのもね、なんで来たのかというかね、そういう分析もまあできてる。とにかく4着以下の、ね、ディープインパクト3区はね、まあ来ないと。前走4着以下の、まあディープ3区っていうのはね、まあ勢いに乗ってね、そのまま勝ち続けるっていう3区なんでね、巻き返して穴を開けるっていう3区ではないんでね。まあ例えばね、このハーツクライ3区、まあ全部のね、成績100012と、4着以下の成績だとね、1109なんですよ。こんだけ出走頭数が少ないのに、連帯2頭は4着以下から来てると。いうことは、ハーツくらいはこう巻き返しが効くんだけど、ディープ3区はね、巻き返しが効かない3区なんでね。唯一ね、サリオスだけ。サリオスだけは、皐月賞2着でダービーも2着来たんですけどね。そこでまあ4着以下に該当してるのはね、まあ、アスク・ビクター・モア、ジャスティン・パレス、キラー・アビリティとみんな4着以下なんでね。青葉賞のロード・レゼルト、プラダリア、この2頭はまあ前走連帯してるんでね、まだ来る確率が高いっていう感じですけどね。ただ青葉賞組っていうことでね、ちょっとディープ3区にはきついなっていう感じですね。まあ全体的にやっぱちょっとディープ今回低く見積もってます。では血統上位の馬いきましょう。血統評価1位はロードレゼルです。まあ4着以下でもないし、単純に血統だけの評価なんですけどね、ディープ28金亀なんでね、これもう本当にダービー血統、真正面のダービー血統っていう感じなんでね、血統だけで一番評価するってなると、まあこの馬になっちゃいますね。まあ近親はね、牝馬が多くてね、オールフォーラブとかね、まあ一応オークスには間に合ってるって感じでね、まあ仕上がり的にはダービーに間に合うイメージはありますけどね。では本命成績見といてください。まあ一応ね、本命成績これ出してるんですよね。これはもう過去5年間全部でやってる本命成績でね、まあ今シーズンめちゃめちゃ調子が悪いってことは分かりました。本当に今シーズン爆下げ中です。見たこともない下振れ中です。びっくりします。例年と全く違います。本当に一番悪いのが2018年なんですよ。まあ、2020年ってイメージの人がいるかもしれないですけど、ずっと見てる方では。2020年本命はめちゃめちゃ来てたんですよ。ただ安かったんですよ。うん、それもあってってなるんですけど、まあ、2018年が一番良くなかったです。本命成績は。でも今年が更新しそうな感じなんですけどね。まあまあ、それでもやってきますよ、俺は。では、ダービーの位置取り傾向。馬場にもあるけどね、やっぱ、まあちょっとうちが良くなってきたんでね、毎年1枠1番来てるんでね、まあ1枠1番で、まあうちでじっとためで直線外へ出すっていう競馬がね、お得意パターンなんですけどね。ダービーもジャパンカップもね、オークスはちょっと違うんですけどね。はい、そんな感じですね。ただ縦長の時は番手、まあ、縦長に今回ならなそうだけどね、縦長の時は番手でロジャーバローズみたいなね、馬が来る感じもあるんでね。ただ逃げっていうのはあんまり良くないですよね。逃げは。一頭前にね、大逃げ打っ
った場合は番手で、番手からその逃げ馬だけを捕まえるっていうパターンがあるんですよね。ロジャーバローズも1枠1番だったか、よく考えたら。まあでも基本的にはね、中段9番手以内の中段から、まあ道中、まあ内中外、まあどこでもいいんですけど、そこでじっと貯めて上がり、まあ5位以内、3位以内、5位以内に入ればね、まあ、大体馬券圏内に来るんでね、中段でじっと貯めて末脚勝負と、長い直線で、そういう感じですね。ダービーはどこまでも果てしなく足が使える馬がね、ダービーのパターンですね。では行きましょうか。2022年第89回日本ダービー、本命は18番イクイノックスを決めたぜ。イクイノックスです。まあちょっとね、血統に関してはね、ちょっとね、この馬、まあどうしようもない。まあ自分は突然変異みたいなね、まあ北三ブラック自体がね、突然変異の馬なんでね、ハーチチー桜爆信用で菊花賞勝っちゃうぐらいの変な感じなんでね、まあイクイノックスの血統でつつかれたらあれなんですけど、まあ血統はまあ度外視して、この馬は特殊な馬だと思ってるんで、まず新馬戦はね、サークルオブライフをぶっちぎって新潟で勝ったと。で、トースポハイでもまあ 0.4 離して勝つと。まあレベルは平均ぐらいですね、トースポハイ。もうダービーしか見てないローテの組み方で、叩きなのに2着に来ちゃったと。まあ、皐月賞あれもちょっとね、ちょっと不注なようなね、競馬場になったような気がするんですよね。外しか伸びなくて。そんなイメージもありますね。ね、まあ、血統はまあ突然変異って言ったんですけど、一応ね、母方にはリファール。リファー持ちはね、評価してるんで、あとリボー持ち。リボー系を持ってるんでね、この2つを持ってるんでね。だいたいリファールとかリボーを持ってる馬が結構来てるんでね。兄のバイスメテオール。東京2400勝ったばかりなんでね。今回祭のメトロポリタンステークスをお兄さんが勝ったばっかりなんでね。まあ、決闘まあね、そこまで、なんだろう、評価をしない。北三ブラックだからって評価をしないっていうこともないですけどね。まあ一応自分は、もう本当に突然変異の化け物が出てきたっていうイメージですけどね、イクイノックスは。そしてトースポハイ、トースポ2歳ステークス勝ち馬のね、成績を 3-1-1-3 と、単幅回収率もね、280の147と、まあ主な勝ち馬、コントレイル、ワグネリアン、ディープブリランテと、もう3勝します。そして2着にイスラボニーいた、3着の里のクラウンと、かなりね、成績がいいんでね、トースパイ勝った馬は。まあ今年はイクイノックスと。実際来てない馬もいるし、まあ2歳戦なんで出走できてない馬もいるんですよね。まあでもここまで、もうイクイノックスに関してはダービーしか狙ってないという感じなんでね。さっき言ったね、ディープサンクのね、着外からの巻き返しをするぐらいリンクしてるんで、ワグネリアンがね、4着以外の成績、唯一来た、過去10年で唯一来たワグネリアンが、トースパイで勝ってるんでね。っていうことはかなりリンクしてると思うんですよね。トースパイとダービーっていうのはね。そうですね。まあ決め手はここっすかね。東京ガーリーでね、まあ上積みは絶対あるんでね。トースパイも勝ってるし、新潟も新馬戦勝ってるしね。まあ初めての中山、初めての感覚で2着来たんでね。俺はまあ向いてるとは思ってなかったですね。全然皐月賞向いてる、まあ実際無印で恥ずかしい思いをしたんでね、向いてるとは思ってなかったんですけどね。そして18番枠、皆さんが一番不安があって18番枠、これはね、まあ今日現在土曜日見たらまたうちが良くなってきたからね、なんとも言えないですけどね、増援化のおかげで。まあ先週のオークス15番から18番、みんなね、人気より着順上げすぎ。まあピンハイは自分も上位に打ってたんですけど、13番人気4着、プレサージュリフト8番人気5着、17番、14番人気8着、そして18番スターズオンアースが3番人気1着、全部人気より着順を大幅に上げてるんでね。ピンハイも上げてるし、プレサージュも上げてるしね。スターズオンアースに関してはもう勝っちゃってるんでね、平均着順が 4.5 着、 9.5 番人気、はい、平均着順めちゃめちゃ、過去、その他の9年間はね、平均着順 11.2 着でしたよ。めちゃくちゃ悪いですよ。15から18番のね、オークスでの着順。異常レベルです。はい。そして、今回祭の東京の18番成績、3107。これはもうね、1から18番で一番勝率が高いんです。
はい、スターズオンアース、そしてダノンスコーピオンとね、まあ G1 も2勝してるし、平均着順 5.6 着も、これも1位です。1から18番まで。もうなんかおかしい、格煙を着てるんじゃないかっていう18番来てるんでね。だからまあ18番でまあ嫌がってる人いると思うんですけど、まあそこまで嫌がることもないと思います。数字的に出したらね、まあ今回さんの18番も来てる、オークスでの15番から18番もめちゃめちゃ成績がいい。不安視することはないです。過去のダービーではそんなに来てないですけどね。はい、18番は。そして、キムテツ。キムテツ、テンエ、ルメール。まあ、お決まりパターンだしね。あとね、そうですね、木村先生のね、インタビュー、ジオグリフのインタビュー聞いたときにね、ジオグリフ自信ありますかって聞いたときに、難しいと思いますって言ったんですよ。その理由はイクイノックスがいるからって言ったんですよ。これはもうちょっと、まあ、ニュアンスですけどね、ニュアンス、なんだろう、イクイノックスがいるからっていうニュアンスをちょっと言ってたんで、これはもうかなり木村先生自体もイクイノックスかなり自信があると思ってますね。あと、皐月賞に関してちょっとね、補足というかね、結構なんかまあ、書き込みとかで見たんですけど、なんかスタミナがなくて最後は足が上がったみたいなね、そういう意見をちらほら見たんですけど、パトロール見てね、かなり見まくったんですけど、あれ、うちによれてんすよ、最後。100メートルぐらいかな？うちによれちゃってんすよ。うん。ほんで、ジオグリフはまっすぐ走ってんすよ。左回りだとこの傾向はあんまりない。まぁ、ちょっとヨタヨタすることはあるんですけど、あそこまではないんで、まぁ、うちが悪かったんで、最終的にはダノンの前ぐらいまでうちによれてったんで、まぁ、足が鈍るのはしょうがないと。スタミナではないですね。ただ、うちによれて、ババの悪いところ行っちゃったって感じですね。距離ロスとババロスみたいなね。まあ両方あったんで足が止まってるように見えたと。スタミナがないわけじゃないですね。まあ北さんブラックサンクなんでね。そんなにスタミナがないとは思わないですね。はい。では対抗行きましょう。対抗12番ダノンベルーガ OK 来たぜー。ダノンベルーガです。はーい。対抗はまあずっと言ってるね、皐月賞特殊ババ。あとね、もうこれはね、昔から言ってんですけど、1枠のトニー・ビンは、皐月賞で決してダービーで買えということをね、もう格言的にね、まあ言われてるんですけど、まあ自分もそうして、まあ、皐月賞では5番手まで落としましたね。皐月賞のトニー・ビンも、まあ初くらいなんでね、1枠は、まあ不向きですね。そして馬場も良くなかったっていうのも、さらにプラスして不向きだったんでね、まあ馬場が良ければ勝ちまで、あったかもしれないぐらい強かったんですけどね。そしてね、まあ右回りも不安視されてたしね、宇宙代わりもまあ圧倒的プラスですね。はい、枠もちょうどいい。そして共同通信杯勝ち馬の成績過去10年、0415と、まあ実際勝ててないですけど、まあ勝率は 50% あります。はい、トースボーイと違ってもう全馬出てこれるんですよね。3歳の重賞なんで、勝ち馬だったらまあダービーも出れる感じになるんでね。まあ、主にエフフォーリア、ダノンキングリー、スワーブリチャード、ディーマジェスティ、イスラボニータ。イスラボニータだけトースポ杯の勝ち馬でもあります。まあだから、これはまあ偶然かもしれないですけど、勝ちはないっていう感じでね、自分としては対抗に申し分ないですね。対抗にこういう一着を取る馬を本命にして、副賞券に高いような馬をね、対抗にしたいんでね。皐月賞、一番きつくて一番強い競馬をしたのはもう間違いないんでね。ダノンベルーガが。アスクビクターモアはね、直線真ん中ぐらいまでね、行ったんですよ。逃げた馬は。そこでもう閉じ込められてね。まあ、4コーナーからもうずっと、コーナーからずっと内回って直線もね、アスクビクターモアはいいところ、ちゃんと走ったんでね。ダノンは閉じ込められた感じでね。それでまあ4着ならね、本当に強いと思います。ただね、まあ不安要素あと1点で、共同通信杯勝ち馬の成績ともう1点で、まあ、当時ね、堀先生がね、仕上がっちゃったから出したっていうね、こう謎の発言をしてるんですよね。これをどう読むかっていう話なんですけどね。仕上がっちゃったから出したと。仕上がってなければ出さなかったという感じでね。血統的な話をちょっと最後に言うと、まあ、父は初くらい。まあ、これはまあいいでしょう。最初に言った1枠のトニービンは切ってダービーって買えというのもあるし、まあ、これはいいんですけど、母方ですね、82万の合計が来てると。これがね、ちょっとね、かなり短距離に
行っちゃう場合もあるんでね。この万能 OK2 はね、隠し味にちょうどいいんですよ。結構入ってる馬がいるんですけど、ダービーの馬券圏内。まあコントレイルとかは、ハーチチャンブライドルズソングで、その下にね、万能 OK が来てるんでね。だからもう一個、もうちょっと奥に隠し味ぐらいに入ってたらよかったんですけどね。まあここだけはちょっと気になりますね。血統的には、細かいこと言うとね。あとね、まあ、今日はダービースペシャルということでね、新一競馬新聞のね、一応傾向みたいなのがあるんでね、なんかね、自分の印がね、重い印を打って、飛ばしにしろ、スターズオンアースにしろね、印薄かったんでね、結構。自分は重く打ったんですよね、ソダシも。ソダシ対抗か、まあ3番手以内には打ってると思うし、対抗か、ソダシ対抗で、スターズオンアースも3番手に打ってるんですけど、なんか印が薄いんですよ。ファインルージュもちょっと薄かったかな、ビクトリアマイルで。だから、そうっすね、自分が上位で打った馬で、印が薄い馬をね、選んだらいいんじゃないですか、皆さん。新内競馬新聞。馬券的にはね、もう2点しか買わないんで、もう凝りました。自分のね、成績をね、今季の成績を振り返ってね、分析してね、もう3連携は禁止と、なるべく買わないようにします。なるべく3連携は買わないようにっつったら、もう2点勝負になりました、今回。では、実況動画、よろしくお願いします。今回は馬券を買いに行きます。2点なんで。全集首都買い目と新内競馬新聞は、ブログの方を見てください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。で、行くぜ!日本ダービー、俺が取る!オーケーアップTV競馬チャンネル行くぜ!